ウィリー・コーリー・ステインは、アメリカが州国カンザス州出身のプロバスケットボール選手。NBA のダラス・マーベリックスに所属している。ポジションはセンター。カンザス州の高校から2012年夏に、ケンタッキー大学に進学したコーリー・スタインは、同期入学で超高校生級選手として、注目されていたナーレンズ・ノイルとしのぎを削ることに、 なったが、そのロエルが2013年2月のフロリダ大学戦で、左膝の前十字靭帯を断裂する重傷を負って、以降、コーリー・ステインにチャンスが回ってくることになる。その後、コーリー・ステインは、同大学の中心選手となり、2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーする予定だったが、2014年の NCWA トーナメントのルイビル大学戦で足を負傷し、 エントリーを回避。2014から15シーズンは SEC の最優秀守備選手賞を受賞するなど飛躍のシーズンとなり、2015年4月に2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。全体6位でサクラメントキングスから指名された。2017年2月23日、デマーカス・カズンズがニューオーリンズ・ペリカンズへ放出された。 直後のデンバーナゲッツ戦で、キャリアハイとなる29得点、10リバウンドを記録、試合はキングスが116から100で勝利した。しかし、キングスで4年間主力としてプレーしながらも2018から19、シーズン終了後、キングスは2019年夏に、コーリー・ジョセフとの契約を目指すために、コーリー・ステインに提示していた、クオリファイングオファーを取り下げ、完全 FA となった。 2019年7月3日、ゴールデンステートウォリアーズと2年450万ドルで契約した。2020年1月24日、ドラフト指名権とのトレードで、ダラス・マーベリックスへ移籍した。2021年8月1日、マブスはチームオプションを更新し、1年間の契約延長に合意したことを発表した。2015年の NBA ドラフトで、 ケンタッキー大学のチームメイトで指名された選手に、カール・アンソニー・タウンズ、トレイ・ライルズ、デビン・ブッカー、アンドリュー・ハリソン、ラカリ・ジョンソンなどがいる。出場なし。ありがとうございます。